リーも、両方見れると、うん、でナースコールも同じように、はい、こっちのこのプロです。大谷コールが用意されてます。あ、はい、自宅療養を何としても回避をしたいと、まあ、今回の経験でですね、もう一回自宅療養ゼロ堅持というところをですね、しっかり抑えておきたいという、まあ、スペース的にはかなりゆったりしてますし、いろんなチェックが可能なようなですね、設備も整ってますし。